江藤義弘は、日本の法学者。東京都立大学名誉教授。東京出身。市は、金子はじめ。ゼミ出身者に、足立博明ほか1952年、東京大学法学部法律学科卒業。1952年東京都立大学人文学部助手。1957年同法経営学部助手。 1958年度法経学部助教授。1966年度法学部助教授。1967年度,授年度法学部教授。1989年東京都立大学定年大館。同名誉教授。大東文化大学法学部法律学科教授。1991年度法学研究所長。1997年度法学部長。 学校法人大東文化学園理事、2001年大東文化大学定年退職。この他に、東京都立大学評議員や東京都立大学学生部長、大東文化大学附属図書館長、日本国際法律科協会会長、日本司法書士会連合会顧問などを歴任。専門は、民事訴訟法。この他に、裁判法、司法制度論。 放射解学、フランス民法、フランス民事訴訟法も研究。また、民事訴訟法学者の立場から、長年にわたり、司法書士の職域や司法書士の地位向上などの研究を深め、現在の司法書士会における法理論的支柱になっている。ありがとうございます。